こんにちは。一回来てみたかったんですね。ここがですね、入ってあります、ウォールストリートというところです。いや実はね、ちょっとまあこれ話す必要ないことかもしれないですけど、私実はこの場所にね、今2時間ほどずっと突っ立っておりましてね、この公衆電話で日本航空に明日ファーストクラスに乗りますので、その時に迎えに来てくれるサービスがあるっていうから、じゃあぜひ頼もうと思いまして、で電話してたんですけどね、やっぱちょっとコールセンターが忙しいみたいで全然ちょっと繋がらないと、ちょっと待ってみるかと思って待ってみたんですね、このウォール街を歩いてる人たち、こんにちは。海外滞在も本日が最終日、日本に帰るのは日付でいうと明後日になります。ここはアメリカニューヨーク州ニューヨーク市です。目の前ここを横切っております、この道が大変有名なウォール街、ウォールストリートです。このようにもともとはここで何やら戦いをする準備のためにここに壁が巡らされていたようですけれど、現在は全くそれとは関係なく、ただ名前だけが残っているということです。ちなみに私ここで今ですね、日本航空に電話をしておりまして、なかなかコールセンターに繋がらなかった、実はね2時間ほどかかったんですけれど、繋がらなかったんでずっとここで立ってまして、ウォール街を行く人たちをですね2時間ほど眺めておりましたが、皆さん足早でなかなか右左へとこう忙しいというウォール街へのイメージとは裏腹に、どちらかというとこの辺りお勤めの方が多く歩いていらっしゃるようで、観光客っていう感じではないけれど、それでももう仕事がまあそろそろじゃあ終わって帰るかなみたいな人、そのちょっと朗らかな雰囲気と、それからまた残り多くは観光客、そんな雰囲気の場所でございます。ちなみに日本航空には繋がったのかで繋がりませんでしたので諦めました。ちょっと残念でしたけどね。電話をかけていた時に1時間ほど待ちましたが、結局繋がりませんでした。で繋がらないからもう切るかなということをそこで考えたのですが、いやでも1時間も待ったんだからもう繋がってもおかしくないはずだという謎の確信を持ちまして、またさらにその確信のもと待ち続け、そしてさらにもう1時間、結局電話は繋がりませんでした。2時間経ちました。もういいや、やめようということでそこで電話を切るということをしたわけです。ニューヨーク見るべき観光地はたくさんあり、時間がいくらあっても足りません。本日がその最終日です。そんなところで2時間も公衆電話のところにずっと突っ立って、ただ自動の音声案内をひたすら聞き続けていたわけですから、これほどの時間の無駄ということはなかなかない、壮大な甚だしい損失を出してしまったということになるかと思います。しかしこのニューヨークウォール街の地でそのような経験をしたことで一ついいことを学びました。これはいいお土産になると思います。つまり何かこう下向きに物事が悪くなってきた時に、いやもうこれ以上悪くなることはないはずだ、ここまで来たんだからもうそろそろは良くなってもいいはずだというふうに人間は思いがちだということだそうです。これはね私も話してそういうのは聞いたことはありましたけれど、そういったことが、たまに株式の市場でも起こることがあるようです。株価がこうだん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 下がってきた、ここまで下がったんだからもうそろそろ上がってもいいはずだろうと思って、上がり始めました。上がり始めた、それだったら良かったんです、それははい成功ということですが、もうそろそろ上がってもいいはずだ、いや上がるはずだということで、株価がどん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 下がっていて、どんどん下がっていて売った方がいいようにも見えるようなところで売らずにそのまま保有し続けるということで、どんどんまたさらに下がっていって、最終的にはとんでもない大損ということになるということは、これはよくあるパターンのようです。私株式投資はやったことありませんからね、そんなことは分からないんですが、しかしやっぱり人間そういうふうに考えがちであるということをこう意識して、今後はコール電話、コールセンターに電話をするとき、特に日本航空はつながりにくいことでどうも有名らしいということを、1時間50分ほど経過した時点で知ったのですが、そういうことをですね意識しながら、今後はコールセンターに電話をしたり、もし機会があるならば株式投資などを、ね、してみるということもその時点で役に立つかなと、そういうふうに思いました。まあ、もっともねそれが必ず成功へつながるかとは分かりませんけどね、2時間1分後には電話がつながっていた可能性も確かにあったからです。で、こういうふうなじわじわとしたものであったならばいいんですけれども、そうでない場合、とんでもないことが起こるという場合もありまして、それがこのニューヨークウォール街、アメリカニューヨーク証券取引所で、1929年のあれ何月だったんですかね、確か10月とかだったような気がするんですけど、分かりません、暗黒の火曜日とそれから暗黒の木曜日と2つ言われておりますけれど、世界恐慌というのがありました。これは別に世界恐慌というのは本来世界で、もう同時に広範囲に発生する大規模な、そういう恐慌のことを言うわけですから、たった一つのことをこう指すような言い方では本来はないわけです。今日ですけれども、アメリカ同時多発テロから本日は2018年の9月11日で本日17年目です。それもまた同時多発テロという言い方は本来は同時多発的に発生するテロ全体を指し示す、要するに種類のような言葉、種類テロの種類の言葉でありまして、別に同時多発テロという一つの事件が存在するわけでは本来はなかったはずですが、あまりにもとんでもない凄まじいことが出来上がってしまったので、同時多発テロという言い方をすれば
911事件を指すと、そのような認識が広まっているわけです。それと同じようにこのウォール街で起こった1929年の世界恐慌というのも、1929年恐慌などではなくて、世界恐慌といえばその昭和4年ですよね、昭和4年の世界恐慌を示すのだというようなことがよく知られております。1929年の何日か分かりませんが、とある日にある会社の株式が大幅に値下がりをして、そしてそれを見てちょっと心配になった人が大量に売り注文を出したんだそうです。それをきっかけとして連鎖反応的に株式の売り注文が出て、当時また株式の自動売買みたいなものがもうすでに1929年当時始まりつつありましたので、スピーディーにその売り注文が殺到し、そしてものすごい勢いで株式が売られていって、そしてその日にはもう一晩でたちまち株式は半値になるというような状態だったそうです。そしてそのような大変な暴落がまた世界中に資金をどんどんと置いていた、そういう人たち その投資していた資金を全て引き上げさせるということになって、また債券なども焦げつき、世界中にその影響を及ぼして大変な不況となっていたというわけでした。この右手にありますなんかローマとかにありそうな感じの建物ですけれど、これがかの有名なニューヨーク証券取引所です。3つ星条旗が掲げられているこの建物です。このアングルだと思いますが、ここから撮った写真はかなり有名なんじゃないかと思います。証券取引所に入っていって株式を売ろうとする人たちで殺到したウォール街の写真はあまりに有名で、歴史の教科書でご覧になったことが多いはずです。多分その辺だと思いますが、その辺にサラリーマンの人たちがうわーっとこう集まって、サラリーマンかもしれないですけど、サラリーマンもいたと思いますが、スーツ姿の人たち、ブローカーみたいな人たちがやってきて、そしてこの中へ行ってどんどん株式を売っていこうと、そのようなことだったと思われます。その混雑していたその時のウォールストリートの印象とはもう全く裏腹に、ここで見てると、やっぱり首から何か ID みたいなのをぶら下げた会社員の人とか、それからやはり多いのは観光客、それを狙ったこのようなお店も出ておりますが、それほど売れていないようです。まあいいんです、売れてないかどうかというのは大した問題ではありません。それはね、その人がまたここで商売頑張ってくださいねと、ただそれだけですが、ウォールストリートはもはや昔のような厳かな雰囲気、株式市場とか金融関係の人たちだけが出入りするような、本当になんだか壁がまだ存在するかのような雰囲気の街では、そういう区画ではもうないようです。実際のところ証券取引所は確かにここに存在するのですが、大手の金融の会社などはもうこのウォールストリートなどにはほとんど存在せず、また別のところへテナントを移っていっていると、大体そのようなことになっているそうです。世界恐慌によって大勢の人たちが職を失いまして、アメリカの人たちがまた首から看板を下げて、I want a job とかそういう風な看板を掲げたりとか、 I speak three languages、それから I have a なんだっけなんか three、なんか忘れちゃいましたけど経済の知識があって、それから I have a three children but I don't have a job みたいな、なんかそんな感じの看板を掲げている人も、確かいたかと思います。有名な職探しをしている人たちの写真も世界恐慌では印象的なものとなりました。で、その影響は日本にも出て、また日本でも大学は出たのにエリートが卒業できないなんてどっかで聞いたような話がまた当時は流行っていたようですけれど、しかし一旦はそういうものから全て復活したわけです。その復活に関してはアメリカは結局第二次大戦の後までその復活にかかったようで、またその戦争によって軍需産業がいろいろと刺激をされて、それで全て回復したなんて、ニューディール政策だけで全部巻き返せたわけではなかったようですけれど、しかしそれでも多少なりともマシなような状態には少しずつ少しずつまた進んできていたわけでした。こういう資本主義がどんどんやってまいりますとね、日本でもバブル崩壊から長らく30年不況とか言ってまして、私も好景気の時代なんてのは生まれてから一体も存在したことはないわけですけれど、それでもいつか良くなるだろうみたいな風に私は思ってます。そのうち良くなるんじゃないのかなというような気がするんですけどね、良くなったら良くなったら別の社会問題は絶えず発生するでしょうけれど、それでもとりあえずそんなに心配することはないんじゃないかと、いや誰か何とかしてくれるでしょうみたいな、そういう甘い考えているんですけど、それじゃ良くないんでしょうかね。1929年の世界恐慌はおそらく資本主義社会が初めて迎えた、大幅な失敗だったかと思います。はっきり言ってみんな当時どうしていいかなんてのは分からなくて、経済なんてものは好き勝手にやらせておけば神の見えざる手が何とかしてくれるだろうとか、そんなことを言って、それで
まあなんとかアダム・スミスの言ってることが多分正しいのだろうと、そのまま放置していて、フーバーモラトリアム、まあとりあえずしばらく待ってみますよということもやりましたが、一向に回復しない、何にもしない、ほっとけば治るだろう、ほっといても治らない、どうするんだと、経済が自分で持っているような、その自動な、回復治癒能力がもう全く発揮されていない、完全に叩きのめされてしまったということで、例えばフランクリン・ルーズベルトの先ほど申し上げた新規巻き直しニューディール政策とか、そういったものがいろいろあの手この手で、景気を活性化させようということを頑張っていたわけです。日本でも、実は高橋小力夫大蔵大臣が似たような、歳出の拡大とか、じゃあ今に限って、軍拡をやってみようとか、そういうことはいろいろやっていたようです。ちなみにここにいるこの人ですが、これ JP モルガンですね、なんだっけ、ジョンなんとかモルガン、モルガンさんです。ともかくモルガン、日本でもね、モルガンさんって三菱のあのそこに JP モルガンなんて書いてありますけれど、この人はアメリカの五大財閥を作った人で、金融のモルガンさんですね。まあそういうイメージでいいかと思います。確かモルガンさん本人ではなかったと思いますけれど、インサイダー取引で逮捕されたりとかそういうこともあったんで、個人的には印象はよくありませんが、まあ、少なくとも五大財閥を作った一人、残りは、カーネギーと、それからジョン・ロックフェーラーと、あとは誰だっけ、そうそう、分かりました。残りの2つはメロンとそれからデュポンです。メロンはそんなによく知らないんですけど、メロンもJP モルガンと同じ、しかも多分モルガンよりもメロンの方が強かったんじゃなかったかな、確か、金融の会社であることが知られています。そしてまた残りの一つデュポンですが、これはナイロンを発明した会社として有名で、世界大戦の時、特に第二次世界大戦の時などは、ナイロンをうまく使ってですね、それで軍需製品に、確かどんどん作っていったんじゃなかったかな。もちろん、その時に他にあった財閥、例えばカーネギーとか、それからロックフェーラーとか、まあ、そういったところもまた第二次大戦の時にはその力を発揮していくことになります。19世紀から20世紀に変わるぐらいがちょうどそのアメリカがものすごく勢いをつけていたような時期でして、特に第一次大戦の後の好景気、それでもってもうとんでもないことになったわけですが、その時代のことをなんていうんだパックスアメリカーナとは多分その時代はまだ言わなかったと思いますが、何かまた呼び名もついていたはずです。強いアメリカ、文字通り世界一となったアメリカ、それが第一次大戦の後に確認をされたというわけでした。ヨーロッパから渡ってきてアメリカンドリームということで掴もうという人たちはいっぱいいたわけですが、それ何かというと、つまりヨーロッパはもう階級社会、格差社会、生まれながらに自分の身分が定められている、そういうところを脱出して新大陸アメリカへ渡って、そこで自分の夢を掴もうということを努力して、そして実際に努力した分だけ成功すれば自分のものとなる、認められるのだということを実現させた究極の人たちが、その人たちは直接の移民ではないでしょうけれど、ロックフェラーに始まるような大変な有名な、財閥を作った人たち、大富豪たちであったわけです。こんな大富豪系 YouTuber とかね、そんな冗談を言えるようなレベルではないような、もうそれを超えているぐらい、有名な人たちです。特にロックフェラーは当時アメリカの持っていた富の 1.5% を所有していたということでして、それちょっと信じられないことですよね。アメリカの富というか、アメリカの経済規模の 1.5% がロックフェラーであったということで、ちょっと信じられないことで、また、ロックフェーラーは、史上最高の金持ちであったということも知られているそうです。後でロックフェーラーセンターにもね、ちょっと行ってみようかなと思います。もう遅くなってきてますけれど、石油王ロックフェーラーをはじめ、鉄鋼王カーネギーとか、鉄道王としては、鉄道王って誰だっけな、コーネリアスか、鉄道王コーネリアス、それから他には自動車王フォード、発明王エジソンとか、この辺はもう皆さんもお聞きになったことがあるんじゃないかと思います。大体この時代の人です。でも意外ですね、この場所から世界恐慌をその象徴するような写真を撮る人、その撮った時と同じアングルで写真を撮りたがる人なんているんじゃないかなと思ったんですけど、そんなにいないですね。世界的に有名な写真らしいんですけれど、ここから写した大勢のスーツを着た人たちがそこのニューヨーク証券取引所に入っていこうとしている風景ね。まあ別にいいんですけどね。ウォール街というのはそれほど何か楽しいものがあるようなところではありませんが、しかしそれでもやはりここへ観光に来る人は多いようです。しかし本当に思った以上にこのウォール街周辺ってのは何にもないですね。オフィスしかないみたいですけど、なんかね、喫茶店みたいなのあったら入ってトイレでも行きたいんですがね、ニューヨークってトイレが全然ないんで困るんですよ。地下鉄に乗ってもない、どこにもありません。そこら中このまさに見上げんばかりの目もくらむような、東京で生活している私でも目のくらむようなですね、立派な摩天楼が連なっておりますが、そこでもまた一つ今建設中だし、またそれからこの裏側でもまだ建設中、
ワールドトレードセンター、ワールドトレードセンターでいいのか、ワールドトレードセンターの、ツインタワー、南棟は今なんていう呼び方なのかな、わかりませんが、もう一つにワールドセンターか、にワールドセンターも、復活をさせる予定だそうです。そしてこの東西に走るウォールストリート、これを一番端まで出てまいりまして、もうちょっとまだもう少しだけ続きますが、この道をもう少しだけ向こうの方に行きますと、もう川が見えております。川というか、もう海というのかどっちなのか分かりませんが、そこを船が走っておりまして、船に乗ってこれから向かいますのは34番街、そこの辺りからまたエンパイアステートビルなどが近いわけですけれど、そこから少し歩いて行って、向かいますのは、ロックフェラーセンター、そちらでいいかな、それともカーネギーホールに行こうかな、両方行くのもいいかもしれません。そこに船乗り場がありまして、その行列に並んでいるのが観光客で、行列に並ばないでどんどん前へ進んでいくのがニューヨーカーなので、前に進んでいくようにと行列をちゃんと作るのは、それはもうこの辺りのローカルルールには反しているということですから、そのルールには従わないことに私もします。それが適切な乗り方なのだそうです。今向こう側のマンハッタン島からこちらのブルックリンブリッジを一旦ぐるりと回ってきて、そしてまた反対側に今とりあえず渡ってきたところ、これからまた多分マンハッタン島にこの船は戻るのかと思いますけれど、この景色はあまりにも有名ですよね。1930年代にはもうこのような景色になっていたというわけですから、恐るべきアメリカの力、それを思わせてくれます。本日は2本の光の筋が空に伸びているのがお分かりいただけると思います。かなり高くまでこれは届いておりますが、もともと貿易センタービルの建っていたところ、そこに2筋の光を発して、今このように高くその追悼の意を表しているのです。またそのすぐ脇のところですが、ちょっと見えないかな、少し外れたところ、多分この建物だと思うんですが、これが新しい1ワールド貿易センタービルだと思われまして、その横にもう一つ高い建物を建て、そしてその2つの建物がまた新しく貿易センタービルとして復活を果たすというわけです。でも、もっと大きかったはずだな。エンパイアステートビルよりも大きいわけですから、見えていないとおかしいのですけれども、これは不思議なほどちょっと角度が悪いのかな。あちら側には自由の女神も見えます。今ちょうど左側が正面のようですね、こんなところにあったんだと、位置関係はこういう感じがなかなか分かりやすいもんです。マンハッタン島は私の知る限りではこっちの向きだったと思うんですけれど、ちょっと違ったようですね。私のまた思い違いか、いつものことですが、お金儲け、お金儲け、なんとかお金を増やそうということで、昔のアメリカ人たちが頑張った結果、このようなとんでもない摩天楼群、世界一のビル群がニューヨークに生まれたのだと思うと、なかなかすごいことです。エンパイアステートビルなどがそうですが、もともとその何か目的があってビルを建てたというだけではなくて、いくつかその高さ競争のためだけに作られたビルなどもありまして、つまりその時代のその力のありようを思わせるために作られた、建てられた膨大なビル群だからこそ、逆に意図的に強く見せるようにしてビル群がまとまっていますから、それで迫力を何か感じさせるものもあるのかもしれません。その中でかつてナンバーワンの座に位置していたワールド貿易センタービル、その2本の建物ツインタワーはその眺めにとってなくてはならない存在であったはずですが、エンパイアステートビルとかはあっちじゃないのかな、
あの私が場所を勘違いしていたようでして、エンパイアステートビルは向こうですね。大変失礼しました。そうか、なるほど、ようやく理解した。随分これぐらいの距離の隔たりがあるんだな。船はこれから向こうの方面に向かっていくはずです。姿はすぐ近くに見えるような気がするけれども、あと1キロほど歩かないと到達できないエンパイアステートビルのすぐ近くまで、いやだからすぐ近くじゃないんですよね、その麓付近までやってきました。5番街まで歩いてきまして、ね、いやこうついついやっぱこう見上げちゃいますよね。見上げてるとおのぼりさんっていうの分かんないですけど、あのいかにもよそから来た人みたいな感じがするから、このでこっち向けに今画面を向けてビデオカメラの画面が見えますんで、これでエンパイアステートビルを楽しみたいと思いますけどね。いやーやっぱり立派なもんだ。やっぱこっち見ちゃいますけどね。こんな立派なものがありますから、あそこかとずっとそれに見惚れてね、その方面にこう向かっている間にもう着いてしまいました。5番街ですよ。これをもうちょっと向こうの方に進んでいけばロックフェラーセンター行こうと思っていた場所があるはずでして、でそのすぐ脇にカーネギーホールもあります。で気になるんで来たんですけど、このビル知ってます皆さん？あの新宿にこういうビルあるんですよね。下がこう広がってて、なんかちょっとなんですか、位牌みたいな形してるビル、これなんなんですかね。あの新宿にドコモタワーっていうエンパイアを真似た建物なんですけど、これを真似して新宿のビルって作ったことはないだろうな。多分たまたま同じような形だったんでしょうね。あのオーガードのところの公衆会場の脇のところにあるあのビルのことです。着きました。後ろに見えております、これがロックフェラーセンターです。このロックフェラーセンターはエンパイアよりは少し新しくて、1930年代の冒頭ぐらいにできたような建物です。これだけではありません。周りにもいっぱいあるこれらの建物すべてを合わせてロックフェラーセンターと呼びます。ワールドトレードセンター、貿易センターも別にあのツインタワーだけが貿易センターのビルというわけではありませんでした。周りにたくさんあるのもすべて貿易センターの建物だし、サンシャインビルだってそうです。周りにサンシャインシティといっていろいろたくさんあるし、まあ、それと同じように考えていただければいいかと思います。エンパイアステートビルと比べますと高さは半分ほどというわけですが、しかしこちらだってもう十分な超高層ビルです。この建物もまた世界恐慌と大変深い関わりを持っておりまして、ぜひ皆さんにもですねこれを知っていただきたいなというふうに思います。私もニューヨークで訪れてみたいと思っていた場所の一つです。ロックフェラーセンターはもともともっと大きな施設にある予定でした。いや十分に大きいとは思いますが、さらに様々なものを付け足すような計画でした。オペラのホールなどもこの中には設けられる予定だったそうですが、しかしそういったものは存在しておりません。つまり計画が若干ではありますけれども縮小されたというわけです。じゃあなんで縮小されたのか、それがさっき言いましたように世界恐慌、その世界恐慌が1929年に起こったことによって1930年から建設が始められたんじゃなかったかと思いますが、その際に大幅にその需要が見込めないこういうものを作っても中に人を入れるのはちょっと難しいのではないか、テナントが入らない、そういった問題があり建設の計画が縮小されました。しかし、まあ、通常であればそのレベルまでいった恐慌であれば、まあ、ここでもう一度そのこれを建てるということを見直すということが通常なのではないかと思います。こんなものをですね、世界恐慌が起こって仕事もないようなところ、仕事がもうみんな首を切られているというような状況で普通は建てないわけです。なんで建てたのかと、それはこのジョン・ロックフェラーというこのビルを建てるといったロックフェラー財閥を成した石油王、その人がどうも資本主義、それはまだまだ頑張れる、生きるぞということを示すために、そしてまたその世界恐慌からの復興のためにこういったものを作ったというふうに言われることが多いようです。前に一回確か背広チャンネルかなんかでロックフェラーの話はしたと思うんですけど、まあ、もう一回やってもねいいかなと思います。1800年代19世紀終わりぐらいのアメリカでは石油の、まあ、みんな獲得競争みたいなものをやっておりまして、とにかく穴を掘りまくると、そしてもしその穴から石油が出てくれば大儲け確定、そんな感じでみんな夢見て石油を掘っておりました。19世紀の終わり頃だったというふうに記憶しているんですが、それで合っていましたでしょうか。その頃からちょうど燃料が石炭などの中心だったのが石油に変わりつつあるような時代、石油に、注目され始めたそのくらいに、ロックフェラーは活躍をし始めました。そして、自分もその中で石油を掘り始めて、それを当てて、それで巨万の富を得たというわけではありません。ロックフェラーはそういうことは自分ではやりませんでした。その代わりに、出てきたその油田を買い取って、そしてその油田の権利を手に入れて、油田を石油を流通させると、そういう部分で、どんどんと巨大化していった、そういう会社です。それがスタンダードオイルと呼ばれております。
安い、供給というか、まあ、買いやすい消費者に便利な値段で、適正な品質の石油を供給するという意味でスタンダードオイルだそうです。当然スタンダードオイル以外にもいろんな石油の会社がありますので、そういったところと様々競合をするということになるのは当たり前です。そのじゃあ競合相手をどのようにして潰すかということが競争では重要となります。どうやって潰したのかと、例えばですが、鉄道会社と、トラストというものを組んで、いろいろとこう裏で、いろいろ、まあ、調整をして、調整という言い方でいいのかな、じゃあ分かりました、スタンダードオイルさんの運賃は特別に5割引きにしますみたいなことをやって、それで裏でさまざまな、つながりを持って秘密裏に運賃の割引を行ってもらっていました、特別に。そして貨物運賃が通常の半額など、極端な安値にしてもらって、それで流通の価格を下げるとか、それで、コスト削減、そういったことをやってみたり、それからまたある時には規模の小さな、地元の会社とスタンダード石油との、競合をすることになった。じゃあどのようにしてその地元の会社を潰すか、赤字価格、それでもってまずその市場の価格、まあ、普通の適正な価格よりも大幅に安い値段で売る。例えばコーラを1本10円で売る店を、地元の商店の隣に出してみて、そうするとみんな地元のお店には行かなくなります。10円で売っている、スタンダードコーラみたいなところで買った方がいいですからね。そしてその10円コーラをみんなで飲みまくって、そして、そのコーラがもう売れなくなって地元のお店が潰れてしまった後で、またコーラを1本150円ぐらいに戻すとか、そういったことをやっていたわけです。それで、じゃあ潰された会社はというと、例えば潰された会社に、もうあなたうちの会社と手を引きませんかということを言ってみたり、潰した会社のところからまた資産を買ったりとか、そういったことはいろいろとあったようです。そして市場を独占しようということをとにかく目指して、ひたすらさまざまな市場のところからライバルを追放し、自分だけで石油をどんどんと蓄え販売できるような環境を作り続けていった結果、確か7割ぐらいはもうスタンダード石油のあれになったんじゃないですかね。すごいことだと思いますけれど、そんな風にして取ってしまいました、ほとんど。そうなって、ロックフェラーについてはいろいろ言われるようになりました。もう周りの相手に対して冷徹なまでに、それを市場から退場させるということを徹底したために、確かヘレン・ケラーだったと思いますが、資本主義の悪魔とかなんかそんな言い方もしたんじゃなかったかな、かなりロックフェラーを憎む人は多くいたようです。一方で市場から出て行ってほしいということをロックフェラーに言われて、わかりましたと言って、それでそのまま市場から抜け出していったような会社の人は、その後はスタンダードオイルの傘下に入って、割とまた安泰な生活を送ることができていたりとか、それからそうでなくても事業から撤退したその時に買収をする、その時にそのお金で、まあ割とまだちゃんとした暮らし、もしくはまあその従業員たちのその安定も手に入っていたとか、そのような話も聞きます。ロックフェラー家の家訓にですね、ウェルスフロムトレード、確かそんなやつだったと思うんです。これ大学で教わったんですが、そんな感じのね、言葉があるそうです。これは英語の正しい、今のは合ってなかったかもしれませんが、少なくとも取引によって世の中を良くしていこうと、そういう風な考えで作られた言葉らしいです。これどういうことなのかというと、取引とは何か、まあ、トレードっていうのは貿易という言い方もできるけれど、この場合は取引というふうな訳をした方がいいんじゃないかなというふうに考えられますが、とにかくお金儲けのための取引をたくさん重ねていくと、お金儲けの、つまりお金儲けです。もうちょっと言えばお金儲けによる、富、この富というのは自分の金を単に増やすということだけではなくて、社会全体を豊かにしていこうという意味で使っているというふうに考えられます。お金儲けをしよう、お金をたくさん儲けようという活動をたくさん重ねることによって、自分が儲かることによって社会にいい影響をたくさん及ぼしていきましょうというふうに、ロックフェラー財閥、ロックフェラー系は考えているそうです。実際にスタンダード石油が活躍したことによって、高品質で、また、安価である、まあ、そんな石油がたくさん出回ることになりまして、その流通も大変円滑で、最後は実は鉄道ではなくてパイプライン、専用のパイプラインでもって石油を運搬するということをしていたわけですが、そういったものでも運ばれて、きっとそれは第二次大戦、太平洋戦争でナチスドイツ、それから日本軍と戦う際にもアメリカにはきっといい影響を及ぼしたでしょうし、それからまたその後のアメリカの、パックスアメリカーナ時代というのかな、古き良き1950年代のアメリカ、豊かなアメリカを花開かせるのにもきっと役に立ったはずです。石油と言いますが、他にもガソリンや灯油など、さまざま生活になくてはならないような重要な油の類をスタンダード石油は支え続けました。
そしてまた膨大なお金を蓄えて世界一の大金持ちとなり、アメリカの富の 1.5% とさっき言いましたが、それを所有していたジョン・ロックフェラーさんはそれじゃ何に使っていたのかというと、まあ贅沢みたいなこともそれはしていたんでしょうけれど、でもそこまでの超贅沢をしていたというよりはロックフェラー財団というものを作りまして、そしてそれで様々な社会への慈善事業、そういったことに当てていたわけです。ちなみにロックフェラーだけではなくて、アメリカでは2番目の富豪というふうにして言われていると思いますが、鉄鋼王のカーネギーの話も先ほどちょっとしました。このすぐ近くにカーネギーホールもありますが、またそのカーネギーもその蓄えた巨万の富をその人生の終わりに社会への慈善事業、社会への貢献のために使うということをしております。で、それはね、やっぱりお金を貯めたからできることなわけですよね。お金貯めなかったらそんなことはできない。そしてまたこれも実はそうなんですね。この建物もさっき言いました、ちょっとまた時間が空いてしまいましたけれど、先ほどこのロックフェラーセンターが、世界恐慌の中需要があまりあるとも思えないのになぜか作ったという話をしましたが、それは他にも理由がもしかしたらあったのかもしれません。単純にそのロックフェラーの力を見せつけなければならないところがもしかしたらあったのかもしれませんが、その時もうその周りの人たちは仕事がなくて大変だと、もう仕事をくださいという状態だと、さっきウォールストリートのところで言いましたが、これほどのものを建てるということはそういう人たちに仕事が舞い込んできます。そしてその人たちは実際にこれを建てて、大勢の人たちが仕事をちゃんとすることができて、クリスマスにもちゃんと食事をしながら穏やかに暮らすことができました。ニューディール政策というものでね、ダムを作って、テネシー川の流域を開発するとか、そういったこともしていたわけですが、合衆国の政府ではなくて、一人の個人、民間の企業が、そういうことをして、そして大勢の人たちを助けてあげるということをしたわけです。おそらくは、そういった意味合いがかなり強かった授業なのではないかと思われます。つまり個人的には、私個人的にはロックフェラーセンターというのは民間人が世界恐慌からの立ち直りを目指して自力で努力して作り上げた、その時代の遺産なんではないかと思っています。実際に、Google マップで見ますと、もうこのロックフェラーセンターは、ただのビルという扱いではなくて、文化遺産とか、なんかそのような、意味合いの記号で表示をされていまして、これはもはやビルではないようです。それはもちろんこれだけではなく、エンパイアステートビルも同じような扱いでして、単にその歴史上で大きな役割を果たしたとかそういうことではなく、古いからだから登録されていると、そういうふうな可能性もありますけれど。最近はですね、あまりいっぱいこういう話をすると、単純に内容がもう同じようなものばっかりになってきて飽きられるということで、そんなには言わないようにしていたんですが、今回はね、また言わせていただこうかなと思います。私もね、YouTube は何のためにやってるかって皆さんも大勢の方がご存知と思いますが、皆さんに動画を見ていただいて、私がそれを満足するために、みんなに私の活躍を見てほしいから動画を作っているというよりは、私の個人的な資産を増やすために、つまり動画を投稿して、そしてその広告の収益が発生するので、その収益によって私の生活を成り立たせるために YouTube の動画を投稿しているという面はかなり大きいわけです。もちろんどこまでがそれでやってるということをいちいち皆さんに言ったりはしませんけれど、しかし私は常にお金がどのようにして入ってくるかということに関しては最大の関心を持って動画制作に臨んでおります。そしてまた万が一 YouTube ではもうお金をもらうことができなくなるだろうということが明らかになった時には、申し訳ありませんけれども、ファンの皆さんにはもしかしたら私からそれなりのお礼などはさせていただくかもしれませんが、しかし YouTuber としての活動は直ちに停止するだろうということも、もうこれも明らかに決定しております。つまりお金をもらえるから YouTuber をやっているのであって、別にお金がもらえないんだったらこんなことやる必要はないというのが私の考えであり、別にそれについて恥ずかしいとかそういうふうな感想は全く持っておりません。よく言われるんですね、お金儲けのためにやってるなんて、意地汚いとかね、それから金の亡者だとかね、金のことしか考えてないとか。でも私はね、お金のことしか考えていないわけではありませんよ。お金のことを第一に私は考えていますが、しかしどうやってお金を稼ぐのか、もちろん違法な手段によってお金を稼ぐなんてことは全く考えておりません。ですから何か例えば悪いことをしてですね、それで経費を、不当に、不法に経費を少なくしてですね、なんですか、例えばビデオカメラを万引きして、その万引きしたビデオカメラで撮影をするとか、それに類するようなことはしないし、当たり前ですけどね、税金だってちゃんと払うべきものはちゃんと払います。
で、また、私に協力をしてくれた一人は、ちゃんとその、努力に見合った、その労力に見合った、むしろそれよりもはるかに超えてかなり十分と思われるぐらいに私は収益をちゃんと、その人にも分配をする、つまり給料を払うことにもしておりますし、またそれから皆さんにもぜひこの動画を投稿するということがまた社会への良い影響を及ぼせるようなそんな仕事ができたらいいなということで、動画の内容も極力そういったものをというふうには考えております。そして何より YouTube の動画を投稿するということは皆さんに楽しんでいただくということにもつながっているわけです。これは直結します。皆さんに楽しんでもらえるような動画を作るということが私の収入に最も影響するようなことになっております。ですから動画の広告だってたくさん入っておりますけれど、それも私なりの考えがありまして、入れりゃいっぱい入れりゃいいというものではないわけです。もちろんそれなりに感覚が空いているんですが、あの感覚はどのようにして定めているかといえば、皆さんになるべく快適に見てもらえるように、しかし私の収益も入るように、つまり皆さんが我慢をしてくれるであろうというふうに私がそれぞれ過去のデータから判断して、これぐらいだったら皆さんは多分あの動画に広告が入っていても多分不愉快には思わないであろうというような範囲を私は一応私なりに、それが適正かどうかは分かりませんが見定めて、そして皆さんに広告などをご覧いただいているつもりです。でそういったことは皆さんに対する、個人的な親切心サービスというよりもお金儲けのためにやっています。つまり、広告がいっぱい入りすぎていてこんな動画は見たくないというふうに皆さんが思わないように、私は広告の感覚を意図的に、本当はもっといっぱい入れた方が短期的には収入は多いんだけれども、でももうちょっと広告の感覚を開けておこうということをするわけです。それはつまり金が欲しいからそういうことをやっているわけであって、皆さんに親切にしようという気持ちからやっているわけではありませんが、でもそれは結果的に皆さんの親切になっているはずです。そういうことを私はできるというのは大変に素晴らしいと思います。結局皆さんに親切にして、私が何かそれで皆さんに喜んでもらおうというのは自分を犠牲にしているだけなのでありまして、自分が何か皆さんに対して何か支払うとか、あの自分の身を切って何かを提供するということをせずに、単純に自分の利益だけを追求して自分が欲しいものを手に入れるための活動をしていると、それが皆さんのためにもなるというそういうことを私は目指しているし、実際にそれが実現できていると思います。他にも例えば今年の夏には私の友達に頼んで、ちょっと残念ながら思っていたよりもインターネットの環境が悪く、そのデータのやり取りなどがうまくいかなくて、ほとんど動画を出すことができず、結果的にはそれほど成功した計画ではありませんでしたけれども、私の友達に頼んで東京での、失礼、日本での鉄道の旅の様子を動画で撮影してきてもらうということもいたしました。その時にまた友達に対して頼んだことによって、友達は賃金も得たし、それからこの今年の夏休み私のお金で楽しく鉄道の旅行をすることもできたし、そしてまた私もその彼によって撮影する手間を省き、日本の皆様にも海外の動画だけではなく日本の動画をご覧いただくこともでき、私は利益を得ると、全てにおいていいことをやったという自信があります。誰にも迷惑はかけていないどころか、むしろ非常に推奨されるべき行為を今年の夏もまたすることができたなと思っています。また私の営んでいる事業は正確には広告業でありまして、私は広告業者です。そして YouTube によって支払われる収益は成果型というふうにどうもなっているらしいのですが、その広告がいかにお客さんに、つまりその広告を出している広告主に良い影響を与えたかによって、その広告収入の額が決定されるそうです。実際にそれは YouTube、Google が獲得した収益の 55% が私たちに支払われるということになっていますが、つまり私はその自分の制作した動画に重複されたその広告プロモーションによって、それだけの利益を発生させたということになります。社会にそれだけの利益を与えたわけです。その利益を社会に、つまり社会の商業活動をそれだけ活発にしたということを認められているからこそ、私に収益がちゃんと支払われているというわけです。つまり私が多くの金額を稼いだということは、それだけ社会の商業を活性化させた、ぐるぐる経済を回したということになりますから、私にそれが返ってくるというのは非常にいいことのように思います。自分の稼いだ金額は社会に貢献したその数値そのものとして現れるわけです。そしてまた私も自分の獲得した金額を、本日のホテルの宿泊費もそうですし、明日乗る日本航空ファーストクラスの切符でもそうですし、どんどん前向きに使うことをしております。それを使うことによってまた日本航空は儲かるし、例えば誰かに動画制作などの必要な行為を代理で依頼するということをした時には、その賃金としてまたその人はお金を余分に手に入れて、より良い生活をすることができるようになるはずですし、
し、それからあとは何でしょうか、まあ、ともかく私がどのようにお金を使うにしても、お金をそこで使うということもまた立派な社会貢献で、私がお金をそこで使ったことによって世の中はうまく回っていくということをまた一歩それを進むことができるわけです。だからこれはお金を稼いでそれを使うということも非常に求められる行為だと思います。よく言われているのが、金儲けのために動画をなんか作るなというふうに言われることがあるわけですけれど、しかし実際には私はむしろ、皆さんに対してはあまり良くない考えを持っているような気がしております。金儲けのために現在私はお金、動画を作っているわけでして、それは皆さんからは本来は、求められるべき、推奨されるべき、もっとやってほしいというふうに、頼まれることはあれど、やめろというべき、言われるべきことではないというふうに思っているのです。私は実際には自分の生涯に必要な生活費をもう全て手に入れてしまったら、それほど一生懸命仕事をしなくてもいいなというふうに考えています。しかし実際には私はそこら辺を歩いている人よりはお金儲けの才能があるわけです。いや、それはこんなものを建てるほどのお金儲けの才能はないですけど、でもまあこの年にしてはお金を自分でもよく稼げているなと思うし、YouTube とかそれからまあその他何か、私が何かやらかして市場から退場するとかそういうことがなければ、今後も私はお金儲けを続けることができるはずです。たくさん蓄えたそのお金を何に使うのかといえば、もちろん自分のために使うということはあるでしょうけれど、自分のためにお金を使い私が贅沢をするということは、それは世の中に対してまたお金をたくさん還流するということにもなりまして、それ自体が贅沢をするということ自体もまた、世の中に対しての貢献になるはずです。ところが実際には私はそれほど贅沢をしておりません。動画をご覧になっていると贅沢をしているように見えると思いますが、あれは仕事で贅沢をしているわけでして、見えないところでは250円のそばを食べてたりとか、そんなことばっかりやっております。それは結局私がケチなのは心の中では抜けていないからですが、本当でしたら皆さんは私にもっとうんと動画を制作して、生涯に必要な3億円を貯めるだけではなくて、もっと30億でも300億でも貯めろと、そしてどんどんそれを贅沢をすることによってまた経済に還元しろと、そして私の賃金はアメリカドルによって私の元に支払われているわけですが、外貨をどんどん獲得して日本に外国のお金をこうどんどん取り入れてこいということを皆さんは私に対して本来は述べるべきことであるはずです。だって私はお金儲けをすることが一応はできるわけですから、お金儲けをするということによって社会にどんどんまた経済的な貢献をしていかなければならないと、それはお前に求められることだというふうに私に何か訴えかけ、金儲けの活動自分がいいからといって、自分がもう一生暮らしていけるからといって金儲けの活動をすることをやめるんじゃないということを私に本来でしたら言わなければいけないのではないかというような気がします。しかし実際にはそのような意見はほとんど私の元にはやってこず、実際には3億円貯めたらやめるのか、どういうのか、まあ、それぐらい別にそれは別にどうでもいいと思うんですけど、お金儲けのために YouTube をやるなんてそればっかりです。実際にお金儲けのために YouTube をやることが一体どうしていけないのか私には全く分かりません。お金儲けをするということがこれだけ素晴らしいことであるということは、もうずっと私のチャンネルのその発足当初からひたすら皆様に訴え続けているはずです。皆さんもご覧になっていて分かるかとは思いますが、私の動画でもたまに広告がついていないものがあります。もちろん半分ぐらいは私がつけ忘れているわけですが、そうではなくて本当に広告をつけないというものがあります。それは私がそのことを本当に伝えたいからということで広告をつけずに見てもらいたい、そうすることによってより信憑性が増すだろうと思い、私はその動画から収益を得ることを放棄しているというわけですが、他にも別にいち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 何をしたということを皆さんにお伝えすることを全てしてはおりませんが、例えばお金がたくさんある、余ったお金、これをどうするか、お金に困っているこの知り合いがいる、よしこの人にじゃあ分かったこれを貸してあげようとかね、それからあとは寄付を求めているこういう困っているこういうことがあると、よしじゃあそれは分かった、じゃあここにはお金を出してあげよう、そういうことも私は一応はやっております。それは私のお金がたくさんあるし、私は十分に幸せな生活をさせてもらっているので、その幸せのお裾分けをちょっとぐらいはしたいと。特にここにただ置いてあるお金、もちろん私は貯金はしなければいけないし、今もどんどんと貯金はしているわけですけれど、しかしただ貯金するだけではなくて、ただ置いてあるだけだったらば、貯金するだけだったら、今ここにこういう人がいて将来こういうことをやりたいと困っていると、このお金を貸してあげればこの人は成功するかもしれない、よしじゃあ貸してあげよう、こうお金を貸してあげるということもしました、そういうことをいろいろやってみて、
それでまた世の中がうまく回るんだったらば、それは大変素晴らしいことだと思いますが、じゃあどうしてそんなことができるのかといえば、収益なしで、例えば動画を投稿するとか、金額をある程度まとまった額を、特定の場所に寄付するとか、個人に対して金額を貸し付けるとか、なぜそういうことができるようになったのかといえば、それは私がお金儲けをしてお金をある程度獲得したからでして、お金を持っていなければ私はそんなことはできませんでした。食べ物に困っている人がいるから、よしあの人に何か食べるものを買ってあげよう、じゃあどうぞこれで一日は何か食べられるでしょうということもしました。それもまたその人にとってはもしかしたら何かちょっとね、本当はお金には困っていないのに困ってるふりをした人だったかもしれませんけれど、もし本当にそうではないんだとしたら、その人は一日分の安らぎを、通りがかった私によって手に入れることができたわけですが、私が一生懸命お金儲けをしていなければきっとそんなことをその人にその場ではできなかったでしょうから、やっぱりね、私はそういう場面でいろんな人にお金に関するさまざまな貢献をしてきた、もしくは現在でもしているつもりですけれど、その最初の基盤となるのはやっぱりお金儲けをすることなんですよね。儲けてなかったら人にね親切しようっていう気には私はならないと思います。だって 無理ですもん。物理的にお金がなかった時に人に親切なことなんて大してできませんでしたよ。いやもちろんできる限りの親切はしてましたけれど、気持ちが大事とかいう方もいらっしゃるかもしれないけれど、気持ちだけ受け取ったってどうにもならないという場合が世の中には大半ですので、それよりも明らかに今のこの状態の方が世の中に対して様々な貢献をできているというふうに強く実感しております。繰り返しになりますけれども、私はこのお金儲けという活動を通じて、まず自分の富を蓄え、そしてまたその富をある程度は蓄えながら使うことによって世の中のさまざまなところにいい影響を確実に及ぼしているはずだし、また時には特定の個人に対して給料を支払う、仕事を与えるなどによって、またそれもそれでそこでまた利益もしくは恩恵を受けさせ、そしてまた仕事をすることによって社会の経済活動、つまり広告によって消費の活性化というものをさせて、これは景気を良くする方向に動いているはずです。そしてまた私が得たお金、それを私の気まぐれという部分が大きいかもしれませんけれども、しかし時には利益と関係のないところで、よしじゃあこれを使ってこの人をちょっと助けてあげようとか、そういう風な使い方も、私が大学に入ったばっかりとか高校の時はそんなことは全然できませんでしたけれども、今ではもうおかげさまでできるようになりました。そういったことのその全ての基盤にあるのはやはりお金儲けということで、これほど素晴らしいことはないというのが私の考えです。ですからお金をもういくらでも私は儲けることがむしろ必要であって、社会のためにはどのようなことができるかということを考えますと、やはりお金儲け、私が今一番すべきことは社会貢献として最も必要なことはお金を儲けることであるというふうに考えております。で、こういうこともね、何度も言いましたように、私はこんなことを夢見ているわけではないし、まあ、それはできないと思いますが、しかしできるのであったらするべきだと思います。その中で私はとにかく自分のお金をたくさん増やせるように努力はするべきで、そしてまた法律などが許す限りにおいて自分の持っているお金を増やし、それをうまい形で世の中に還流するということを考える必要があるでしょうね。そんな実際には自分にそこまでの才能はないってね、さっきからなんか保険かけてるようですけど、ないとは思ってるし、そういうことを正直やりたいかというとそこまでの志がないというのが正直なところなんですが、しかし理屈の上ではやはりそういうことをするべきだと思います。だってできるんだから。そういう能力を持っている人はその能力を社会のために使わないといけないというのは、使わないといけないとか使った方が素晴らしいですよね。それは間違いのないことだと思うんですよ。自分の持っている能力がお金儲けの才能でした。だったらばそのお金儲けの才能は一番自分の中で多分ですけれども素晴らしいものだから、その素晴らしいお金儲けの才能を何かに使おう、もしくは私は喋ることも人よりは秀でていると思いますので、その喋ることを何かにこう役立てるということもあるでしょう。しかしその際に私が何か特定の社会に貢献する活動をするのに、じゃあ喋る無料で何かやるのかと言いますと、結局やはりそれには限界があります。自分の生活もあります。だからなるべく社会に貢献できるような仕事をしようというふうにいつも考えながらお金儲けをすることによって、お金を儲けることがそのまま社会への貢献となるということもあるでしょう。例えばそうだな、何か問題を解決するようなことではないですけれど、例えば地方創生、そうしようか、地方にですね、観光客来てほしいというところがあると、ところが
なかなか人が集まってこない素晴らしいものもあるんだけれど、なかなか人が来てくれないという時に、私は一応1本の動画でですね、だいたい動画を全部視聴する人は私の計算で言うと平均して1万人ぐらいは私の動画を全部、1本飛ばさないで見てくれているらしいのですが、それぐらいの影響力は持っていると。そんな私が例えば、ある、観光客が全然来ていないんだけどとても素晴らしい名所みたいなところを紹介して、そこに1万人見た結果、例えば20人来たと、まあ、そんなに来かどうか知りませんが、そうするとまたそれ自体もまた私がお金儲けのためにここにこんな素晴らしいものがありますよということを紹介したらば、そしてお金儲けをしようと思ってお金を手に入れているだけの行為で、その場所がまた、まあ、こんなにいいところだったのかというふうに知られて、その場所が潤うということもありえるかもしれません。だからその労働自体の行為も非常にまた、いいものであって、要するに全てにおいて完全無欠の素晴らしいことであるのがお金儲けで、私はできる限りそれをします。中には場合によってはそれによって私がお金を儲けようとすることによって弊害が生まれることもあるかもしれません。でも私がお金儲けをしようと思って弊害が生まれることは実際には少ないと思いますが、例えばこの、スタンダードオイルだったらば、トラストとかね、そういう風なことをやって、それで自分たちの独占みたいなことをやった結果、それは周りに対してさまざまな、影響が出たのではないかなと言われることもあります。独占というのは必ずしも良くないというのは皆さんにも前にお伝えした通りです。でもそれはそうならば独占というものを禁止するような、そういう法律を作る側の問題なのでありまして、で少なくともこういうふうにお金を儲ける側としてはとにかくまずは儲けるべきだと。そしてそれは合法的な範囲でやるべきですが、法律などが設定されていないというような状態であるならば、少なくともその法律の許す範囲において最大の利益を追求するべきであるというふうにもまた考えているわけです。皆さんにも前お伝えしたと思いますが、このロックフェラーセンターの中には、毎年冬になりますとクリスマスツリーというものが作られるのが、掲げられるのがこれ伝統となっております。毎年の冬になりますと、大きな世界一大きいクリスマスツリーがこの中に建てられるのです。なんでそれが建てられるのかといえば、世界恐慌直後1931年、当時クリスマスを迎えられるかどうかといって、お金がなくてあえいでいたような人たちが、このロックフェラーセンターが作られるというその計画を断行されたことによって、多くの職を得て多くの人たちが助かりました。その感謝の気持ちをということで、労働者たちがこのロックフェラーに感謝をし、ここにクリスマスツリーを自主的に建てるということをして、それからひたすらずっと続いているわけです。個人的にはこの場所がお金儲け資本主義の聖地だと私は思っておりますので、今回ここに来ることができて大変良かったです。そしてまた皆さんにもぜひお金儲けということは決して悪いことではないのだということを、それだけご理解いただきたいというふうに思っております。やっぱりこれだけ言ってもでも通じない方は通じないと思います。お金儲けにはこれだけのメリットがあるということが分かっていても、それでも長くずっと自分の中に根ざしていた価値観というものをそう簡単に変わることがないというのを、それは私もよく分かっております。だから別にいいです。そういう風にして私のことを嫌だというふうに思う方がいらっしゃるのは承知しているし、これももはや一種の見せ物ですから、嫌だと思うんだったら、まあ、すいません、ちょっと申し訳ありませんということですけれど、私は私なりに今後ともお金儲けを続け、世の中にいい影響をたくさん及ぼして、そして頑張りたいと思いますから、よろしくお願いいたします。この考えにですね、もし賛同できる人は、まあ、皆さんが賛同してくれると資本主義国ですからね、本当は嬉しいんですけれど、賛同してくれない方はそれはそれで結構です。でも私は今後とも頑張りますということでした。じゃあ最後にこのロックフェラーセンターの上、まだ今からでも登れるのかな、登ってみて、この最後の夜ニューヨークの夜景を楽しんで、そして東京に帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。